ダイナランドは岐阜県郡上市の大日が竹の東山腹にあるスキー場である。総面積165ヘクタールのゲレンデにバラエティに飛んだ全17コースを展開するが、これは中京地区異性では最大級の規模である。1972年に開設。開設当時の名称は大日岳国際スキー場。1993年に 人工公設機を導入。2006年夏より、ダイナランドユリエを開設していたが、2018年の営業をもって終了。当初の運営は株式会社平安が行っていたが、2008年1月10日にジェイマウンテンズグループに買収されて、同社の参加に入り、隣接する高須ス,スノーパークとの共通リフト券が発行された。その後2012年からは、 マックアース参加のスキー場となっている。ゲレンデは大きく2ブロックに分けられる。山陸側から見て、左側はロングな緩斜面が多く配置され、いずれも山自体の地形を生かした起伏に富んだレイアウトが特徴。右側は上級者向けの急斜面が多いテクニカルなエリアが広がる。また、宮施設の林間エリアがゲレンデ内5箇所に点在するほか、モーグルコースや、 パークエリアも併設されており、オールラウンドなゲレンデ構成となっている。2018年12月から、ファミリー向けの雪遊びエリア、バボーのゲレンデ中腹に開放。センターハウスから望む、ゲレンデ2006年より、夏季の間、ペアリフトゲレンデで、ユリ園を開設している。360万本のユリと1万株の花が植えられ、規模は西日本最大規模だという。 散策距離、約700メートル所要時間、約40分期間限定で、夜間ライトアップもされている。2018年の夏季営業をもって営業を終了。ありがとうございます。